集会の邪魔をしないでください。恥ずかしいことです。私たちの庶民の活動の邪魔をするなんてとっても恥ずかしいことです。恥ずかしいことをやってきますね。原発を推進したいのかも分かりませんが、どれだけ多くの人の命を削って、人々の生活の安定基盤も何もかも崩してしまう、この原発体制を推進することがそれほど誇りなのかしら。もう少し私たちは物を言う民族でありたいと思っております。さあ、今日はどなたからでもどうぞ青空講演会参りますので、私たちはひるむことなく続けたいと思います。まだ時間がありますので、どうぞどなたからでもお願いいたします。6時から命をとても大切にされる方のお話が始まります。それまでどうぞご自由に。こんにちは。再び来ました。とりあえず半減持って頑張りましょう。それだけです。次の方お願いします。次回メッセージで十分です。原発はいらん。そのことを皆さんと一緒に続けていきたいと思います。原発が今いるっていう人はどんな人なんでしょう。お金儲けが一番の人です。命なんかどうなろうと何とも思わない、何の痛みも感じない人が原発推進派になってます。その最たる人が安倍さんです。ここまで収束していないこの原発事故を隠そうコントロールできてる汚染水が止まりましたが、沼のようになった福島のあの第一原発事故のあたり、一体誰が収束するんでしょう。おそらくこれから100年経っても200年経っても300年経ってももう収束はありません。今福島の海にどれほど綺麗な温泉が流れていますか。汚染水が堂々と誰肌はばかることなく流れています。こんな状況を知らないわけでないのに無関心であることがどれほど私たちに安全なんでしょうか。関西電力でお勤めの皆様、お仕事ご苦労様です。今日のお仕事終わりましたか。皆様はこの場所で被爆しないでお仕事できていいですね。定期検査であれ、廃炉であれ、除染であれ、どれだけたくさんの被爆をしている人がいるでしょうか。そのことも感じておられますか。関西電力の本店前にたむろされるその偉い人、被爆労働者のことを考えたことがありますか。自己責任ではありません。どんな作業をしても被爆がつきものです。それも当たり前のように被爆がつきものです。その人たちに正当な報酬は払われていません。孫受け、ひ孫受け、第6時、7時、8時、9時、10時というぐらい危険手当ももらえないぐらい被爆労働をしながら、一日を自分の命を削っていってる労働者のことを考えておられるのでしょうか。私たちが反原発、脱原発というと、まるでそのことが自分たちに対して批判を向けているかのように思われるかもわかりませんが、これは当然のことです。どれだけたくさんの子どもたちが今健康被害に怯えているでしょう。甲状腺がんの子どもたちはもう一体何人になってるんでしょう。とっくに100人近くなっています。この子どもたちの健康診断、子どもたちの将来にわたっての保障を誰がされますか。東京電力ですか、政府ですか。町ごとに避難すればここまで子どもたちの被爆はなかったのに、そのお金を出し惜しみ、東電を生かすために取るべき手段を取らなかったために、たくさんの子どもたちが今病に侵されています。たった3年です。これから年月を経るごとにどれだけ数えきれない子どもたちがきっと苦しむでしょう。関西
西電力の人皆様も無縁ではありません。関係ないとは言わせません。どうか私たちのささやかな願いをしっかり聞いていただきたいと思います。うるさいだけでは済まないのが今この原発問題です。警笛を鳴らして私たちのマイクの声を封じたとしても、そんなものはどうしようもありません。原発は怖いです。停戦量が安全であるなんてどこにもありませんので、どうか関西電力の皆様しっかり聞いてください。今日の活動を始めたいと思います。先に原発と直接関係ないんですが、今週の月曜日に、日曜日の前の日の多分昼頃だったと思うんですけど、連絡が入って、京丹後市の、クスバンドレーダーの工事着工が始まるという連絡を受けまして、夜中にこちらを出発して車で現地に向かいました。残念ながら9時集合というので8時1時間前に現場に行ったんですが、工事が6時半からすでに開始をされていまして、阻止行動をするつもりで行ってましたので、実際には抗議行動しかできなかったっていう、非常に残念だなと思いながら、エクスマンドレーザーの着工に対する抗議と、それから宇和地区、当該地区の住民の皆さんへのビラ巻きをして、帰ってきました。それから最近読んだんですが、1970年代に起こったことなんですが、原発死という一人息子を奪われてという、東京新聞の記者をしておられた松本さんという方が、息子さんが20代で、北陸電力に勤めて、まだ原発がそんなに動いてない時期、多分、動き始めた時期ですね。でその時に、北陸電力の方から、東海原発の方に派遣されて、そこに従事しておられて安全部門を担当された方なんですが、被爆労働者のことなどを気にかけながら安全管理をやっておられたということで、実際には被爆をして27か8だったと思うんですけども、癌で亡くなられる。それをお父さんが、東京新聞の記者を、そのことを、ずっと追及、子供さんが癌で倒れた段階から追及をされて、東京電力や北陸電力あるいは、関係機関にそれぞれに話しに行って、いろいろ議論するという形で、当時に時代70年初めの段階で、これだけの議論を書かれて、本を出されたということに驚いたんですが、3.11 で復刻されて、今出されてます。もし、手に取る機会があったら読まれたらどうかなと。非常にいろんな被爆をめぐる議論を丁寧に息子さんの症状に合わせて、あるいは被爆労働をしておられるその労働者の問題なんかも含めて、国が行政があるいは電力会社が開き直っている問題について非常に丁寧に、70年代の中頃でこれだけのことが欠けてたんだという、それにしたらそれからもう40年以上経つわけですから、で福島を起こしているわけですから、本当になんという国かなと思いながら、実は読みました。原発死という題名で出てますので、ネットで聞けばすぐ分かるではないかというふうに思います。非常に読みやすい、分かりやすく書かれた本ですので、一度読まれたらというふうに思います。はい、あ
ありがとうございました。あっという間に杭が打たれました。辺野古の人たちは18年間、やっぱり現地で頑張るということがすごいことだな。でも現地といっても届かないぐらい京丹後半島が遠かったので、思いはあっても行けなかった人がたくさんいてると思います。これからどうなるか、大阪行動でもそのことを課題にしなければいけないなとつくづく思います。そしたら時間が来ましたので、予定通りこれから正代さんのお話を聞きたいと思います。用意できるまでちょっとふなおしゃべりします。九州電力の本店前広場でどのようにテントが作られて、どのように今維持されているかというパンフレットをいただいてきました。どうか見てください。雨にも負けず風にも負けず、宮沢賢治の詩も貼ってありました。雨の日も風の日も土日祝日を除いた毎日座り込みが続いています。先ほどここを警笛を鳴らした右翼のような邪魔もあったそうですが、その人たちのことも巻き込みながら今日も活動があります。たくさんの全国からの応援もあるようです。写真付きのパンフレットですので、どうぞご覧ください。お願いします。誰もが人として当たり前に暮らせる社会を目指し発言しています。昨年4月より新型出生前検診、母体血胎児染色体検査、母体血胎児染色体検査が全国で行われることとなりましたが、 3.2 原発事故が過酷な放射能汚染下において私たちの社会が進む方向に大きな危惧を抱いています。この検査は母体の血液検査のみで胎児の遺伝子の状態を判定できるので、授かった命を生まれる前から選別し、劣っているとされたものを闇から闇へ葬ることをより早くしていきます。そのベースとして障害者差別があることは言うまでもありません。この流れに対し近州派ではどのようにお考えかをお聞かせ願えませんでしょうか。また別紙のような障害者当事者としての意見を伝えた別紙文書1-2を提出させていただきます。近州派内で共有していただけたらありがたく存じます。脳性麻痺者の生活と健康を
できない
深い世界が広がります。例えば食事をするにしても、口を開けばよだれは出るし、食事中でもよく咳き込むので、よく食べ物を唾と一緒に口から飛び散らせたりしていました。旗から見ると汚らしく、ひどく咳き込んだ時などは、ここにいても大丈夫かと他人には思われかねない状態が彼の日常でした。彼は台風の日も雪の日も、あえて毎日家から外へ出て買い物に行き、電車に乗り、おいしいうどんが食べたいと思えば、四国まででも出かけました。介護者のみにかかわらず、行きつけの喫茶店や食堂、駅員や全ての人に、今ここにいるということで自分の存在をアピールし続けました。このようにして生きるということの本質を世に説き続けた人生を生きていて、去年68歳で昨年亡くなりました。彼が亡くなった時には、何十年もの間に彼に介護者として関わった50代から10代までの広い世代に及ぶ歴代の沢田チャイルドたちが、彼の遺骨を自分たちで持っておきたいと、火葬場では最後の一片まで全て竹でかき集めて大きな壺に入れて持ち帰りました。世間の風や視線を真っ向から受けながら、あえて素っ裸の自分を晒して生きる姿を突きつけられると、介護者は横にいるだけで、むしろ当事者でないからこそ多くのことを感じ、やがて個々の人生観や価値観を内側から変える力になるという沢田さんの確信は間違いなかったようです。総長さんが言われていた人と人とのつながりという言葉を聞いて、沢田さんの生き様が鮮やかによみがえりました。科学は人を幸せにするか、総長さんのスピーチの中で極めて深刻な指摘がありました。それは科学の発達を危惧すると言われていた言葉です。科学は人の幸せに貢献すると言いながら、私たち障害者の生存が今まさに風前の灯火にさらされています。新しい科学技術の成果といわれる母体血検査の開始です。母親のお腹にいる時から障害児を選別できるようにしておいて、生まれることを予防する、すなわち殺してしまう仕組みが個人の選択による科学の名のもとに進められています。憲法9条を変えようとする動きの中、優生思想や人間に優劣をつける価値観の上昇がますます加速しているように感じます。それが原発事故後の放射能汚染でますます現実味を帯びてきました。放射能汚染の不安のもとで出産を迎えるお母さんは、命の選別を迫る母体血検査を受けずにいられるのでしょうか。私には母親たちが無意識の優生思想により苦悩し、子殺しを選ぶ未来が頭に浮かんでしまいます。現代社会では科学は中立ではありえません。命を生きるに値する命と、そうでない命に分けることへの人々の倫理的抵抗感を科学の普及が押し下げていくのです。その結果、人と人とのつながりの具現者たる障害者を生まれる前に殺そうとしているのです。これこそが総長さんがスピーチで言われた科学の発達を危惧する最たる例だと私には感じられてしまうのです。仏様の教えでも、すべての命を大切にと言われていると思います。
あの、東北の方じゃ、収容施設がたくさんあります。福島県内でも大きな収容施設がいくつもあります。医学療法士と作業療法士、みん
である始まっていまして、その人たちがこの場所は介護の人が、
私は自分の現場の事故は向こうに行った時に西に出かけたんですけど、用意もしないし、色もついてないんでしょ。で、何もわからないから、きれいな原爆事故の起きる前と同じような景色がいつもあるので、それはどこへ来て政府は直ちに健康に問題がないなんて言うたもんだから、直ちに健康に問題がないということは不安ですよね。考えてみたら、直ちに将来にわざわざ健康に問題があるように考えられますもんね。だけど何もないも事故の前でするも変わらない、もうすごい不安が前に大丈夫と見つけなんだから、これは怖いなということに、
を皆さんに考えてほしいんです。一番に私ね、原発の反対のやつで東京の避難所がね、テントに何回か行ってるときに反対してる人たちの中で正義ができるからあかんねや言うて、ものすごい圧力されてた人がいててね、これは原発反対してる人の中に私が前にさーっと行って、そこから角回って、
の町じゃない。普通に行くのは新人の町じゃない。教えて。大切なのやなと思います。
とうございました。元気が出ますね。私は偶然ですが今日命悲しっていう字を書いてきました。思わず何と書こうかなっていうふうに制限ある文字を考えながら、あ、そうだ、いつもこんなふうに私たちをとても元気づけてくれる彼女の言葉を思いながら命悲しと書きました。一人一人同じ人はいないけど、ここまで堂々と生きられるこのことを私たちはもっともっと学びたいと思います。せっかくの機会ですので質問か何かないでしょうか。お願いします。どうもありがとうございました。私たちはエリート意識で生きていません。自分らしく自分の気持ちで生きていきたいなといつも思います。こんなに毎週関電本店前に来てくださったり、大阪駅前のチラシを配るなというあの妨害の中に堂々と車椅子で立ち向かってくださる、あ、堂々とすごく当たり前に立ち向かってくださる彼女を見ながら、私たちにはまだできるものがたくさんあると思うことが毎日です、毎回です。皆さん何か質問ないでしょうか。私が回ってもいいで手を挙げてくださってもいいんですが、死んでない人はこの社長さんです。
ヤギさん聞こえましたかしら。ヤギさん聞こえましたかしら。全然ヤギさんでなくっても関西電力の方、皆さんは生きてますか、それとももう亡くなっていますか。お金だけ儲けるためだけ、それだけに生きておられますか。まあそういうことでしょうね。はい、じゃあ質問は他にはないでしょうか。いい？そしたらあの青空講演会の1回目をこの辺りで終わって、来週は福島からの知り合いの方が2人来られて、え、三浦さんも、はい、大丈夫、来週来れなくなった、はい、わかりました。じゃあ来週は三浦さんのいつものようにまた厳しいお話を聞かせてもらえると思います。お天気であることを切に願っております。それでは皆さん、勇気ある発言をされた古井さんに拍手を持ってお礼の気持ちを表したいと思います。どうもありがとうございました。じゃあ、すいません、いつもある古井さんと、先ほど言われました大阪行動、JR の大阪駅前の大阪行動で、一緒にやってるんですけれども、本当に、JR の職員というのは古井さんに対しては何も言いません。で、よく考えてみると、彼女がビラを配る、折り紙、事後の折り紙ですけれども、折り紙を配る。で、そのことは、我々と同じように、辺野古に基地を絶対作らせないんだという気持ちで彼女は行動しているわけです。で、一方で我々には、ビラを配るな、ここは、敷地だから出ていけじゃないですね、ここでは配るなということを言うわけです。やはり、彼女に対してはその発言というか、妨害がないということは、逆の意味では彼女に対する、ものすごい差別的な意識を JR の職員は持ってるんだろうと、っていうふうに僕は毎週、感じています。ちょっと話聞いてその感想を持ったので、ありがとうございました。ありがとうございました。私の中にも無意識になんで彼女には何も言わないのかなと思ってましたけども、非常に根深いものがあるなということを毎回感じております。それでは私たちの中にもそれぞれ内なる差別の心はあるなと思います。私も子供を亡くした時、死んでよかったとは思いませんが、あの子が一人で生きていけないなら諦めようと何度も何度も言い聞かせて今日まで来ました。そしたら三浦さんお願いいたします。いつもいつも毎回ありがとうございます。東京電力の3月11日以降のビデオの中で、15日の朝、日本3号機、1号機、メルトダウンした、あるいはちょっと爆発した直後に、当時、原発の福島第一には、大体750人くらいの職員がいたということが、やっと今頃になって、分かりました。で、そのうちの650人が15日の日、10キロ先の福島第二の方にいわゆる勝手に避難しちゃって、しかも14日の日に20キロ圏内の避難指示が出てますので、避難する住民を押しのけながら職員が、しかも技術的な管理的に遮断されて逃げ出してしまっていたというのが明らかになっています。まあ、こういうことを東京電力の無責任の一つの象徴のような出来事ではないかと思います。で、しかもこれを3年間も隠しちゃって、なぜこれが大きな問題かと言いますと、11日に事故が起きて12、13、14緊迫した状況の中で、いわゆるメルトダウンするなり水素爆発するなり放射能の拡散等線がはっきりこう予感できる中で、本来それを制御すべき技術者が現場を離れて避難してしまう、まあ簡単に言うと逃げてしまう。何が取り残されたのかと言いますと、一
一つはもちろん皆さんご存知の通り、大量の放射性物質が空気中に取り残され、地上に取り残されました。そして数十人のいわゆる管理職員以外で下請けに入っていた労働者が取り残されました。そして巨大な放射能の被爆という問題が取り残されて、結果的には失われた3日間というふうに言いますけれども、何ら基本的には対応していません。これが一つの契機になって、私はこの2週間ほど 3.11 以降のいわゆる原発の労働者がどのような状態だったのかということを一つ一つを見ていきましたら、この年の8月に政府が公表した資料を見てびっくりしました。事故直後から大動員された協力会社の人たちは1週間後には約1000人を超えています。そして10日後には2000人近くとなっています。そして3週間前に3000人に増えているわけです。ところがですね、この3000個の線量計がなかったわけですね。個人が本来自分の健康管理に必要などれだけの被爆線量は受けたのかがきちんと記録されるべき線量計が流出してなかったわけです。ということはどれだけ被爆したのか誰にもわからないという状態が1ヶ月以上続いていたということがまず一つ分かりました。そして4月の14日の日に東電はかき集めた個人の線量計を配ったんですけれども、配り方が実に良くないです。何かと言いますと、親方に配っちゃったわけです。直接現場に入る労働者に配らずに親方だけに線量計配っちゃって、結局親方は当然労働者と雇用関係があるわけですけれども、労働者それも自分とは直接的に何の関係もない新労働で雇っている人間がどのような被爆を受けようが、直接的には何ら自分も関係はないわけです。だもんですから親方は勝手に線量計を被爆線量の低いところに置いて労働者を高線量の事故の収束に当たる。しかもそれを手書きでその日の報告書を東電に出して、それを今度責任によってパソコンに入力するというのが3ヶ月続いています。結局3000人の労働者はほとんど自分がどれだけ被爆したのかわからないという状態に手を変えて、そして事故の収束だけに当たっていくという状態です。こんな馬鹿げた話はないというふうに考えます。その結果何が起きたかと言いますと、8月9月に何人福島の第一原発で働いたのか正確な数字が分からなくなってしまった。10月段階では1400人もの人たちが住所が分からない、名前が分からないというふうに雇用されています。どうなったけども、比較的でも分かりません。もっとひどいことは、分からない人たちと同時に、この必ず皆さん管理区域で作業するのが、個人で所有していなければいけない、いわゆる交換手帳、これが発行されていなかったのか。そういう人たちまでいると。ということは、
原子力放射能に関して全く教育がないのは誰かに知ってこいと、もしは行為が全てが行っていたという現実を伝わったので、結果が全てのポイントを全国で選挙の選挙の選挙になりますけれども、大手労働者が進んだと3万20002種類あって、私もこれは知りませんでした。1種類はその日ごとの線量を記録する、もう一つは継続的に線量を計測していく、こういう2種類の機械があって、誤差がなんと 20% もあるという機械だったわけです。東京電力は当然知っていました。ですから低い方の値を自爆線量として厚生労働省等に報告するというやり方を取ったわけです。50か40で表記され、これだと大変な数字です。単純は24になる。この差は命の差というふうに言ってもいいぐらい大きな差です。それで、なんとか原発の事故は収束で安全な現場だということを証明しようとしたらしいんですけれども、それに気がついた東京のいくつかの部分が、線量計自体いるならば物差し自体が間違ってるんじゃないかという意図を示唆して、それにやってみとめました。そして測り直してみますと、ところが測り直そうとしたら現住所に人がいない、放射線管理手帳には住所、氏名、生年月日、顔写真というのが義務付けられています。ところが、その住所に人がいないと、結局どうやって集めたのか私にもよく分かりません。住所も氏名も生年月日も全然違う人間が来ている、同じ人間がある時は2回名前を変えて被爆線量の高いところで作業に従事しているという可能性も当然否定できないことではないかなというふうに思います。3年間、結果的には全国は完全に被爆の問題に関しては、労働者被爆の問題については自らはこのように言っています。お届けが管理することであって、個々のお届けの対応が適切に行われている、
態を証明する紙がないもんですから、1999年に1回しかこの合格手帳を管理している情報センターが数値を公表したことがないんですけども、その1999年の公表数値だと、なんと27万人の交換手帳を持った人の20万人が住所不明というふうになっているわけです。すごいことです。半分以上が住所がわからない。そして精子確認をしたら7万7000人が精子の確認が取れないと。すさまじいですね。26% が生きてるか死んでるかわかんないという状態を放置しているわけですから、何のために交換手帳を持たせて健康管理してたのか、本来の意図とは全然違うんじゃないかと。結局のところ50ミリが年間の許容限界範囲と言われておりますけれども、50ミリには何ら根拠はありません。 7.6 でもつい先月神戸の方では労災認定が起きております。5ミリでもそうです。結局基準自身が曖昧で、同時に線量計自身が違っていたとしたら、これはとんでもない話になるんではないかというふうに考えています。それがまあここのところ、いや実はこれは明日話するあの内容になっているんですけども、もう一つこれもよく橋本さんの発言の中に大阪の財政危機という問題が、話が飛んで申し訳ないんですけどもあります。まあご存知だと思います。時価評価でここの株を大阪市は1020億今持ってるわけですね。それでいて公共サービスを削減する、幼稚園を公立の幼稚園から私立の幼稚園に変えていく、地下鉄を打ち飛ばす、何やかや老人憩いの家や青少年スポーツセンターも全部やめてしまう、病院も統廃合してしまう、だったら言うことを聞かない関西電力の株なんかさっさと売っちゃえばいいわけです。これが一つで、長々と持ち続けても原発をやめろと維新の会の綱領には書いてありますけど、もう全然そういうことは言いませんね。こんな不良債権と化したようなものはさっさと皆さんの税金で集めた金で関西電力を生かしてるわけですね。これはもうやはり非常に私は怒りを感じざるを得ないなというふうに思っています。で最後になります。前から皆さんから時々聞かれておりましたけど、とうとう直近の福島の高線量地域の人員募集で外国人かという、外国人でも可能ですという募集が出始めました。これはこの3年で初めてです。今後一つの勢いを持つでしょう。それともう一つ、この前申し上げましたように、皆さんのことをいわゆる反精神的反社会勢力というこの言葉が暴力団関係者と同じ列に並ぶようになってきています。思想的な反社会勢力、なんか素晴らしいあのレッテルが入ったなと。で具体的にその内容はと言いますと、雇用関係の雇用関係の意識を求めないこと、自分が見知った現場での様々な状況をマスコミ等に報告しないこと、喋らないことですね。なってしまうという内容のようです。どうもどこまで経っても懲りない東京電力と、そして何としても再稼働に向けていわゆる暴走する安倍政権の下で、東電もだん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 やりたい放題に戻ってきているような気がします。どういう意味におきまして、今私たちはもう一度しっかり空気を吸って、よーしと、再稼働をまず絶対に許さない。
で廃炉まで30年生きてはいないと思いますけども、だからこそ未来の若者と子どもたちのために今全原発を廃炉にするということを決めさせる義務がここにいる皆さんと一緒にあるのではないかと思っています。以上です。ありがとうございます。前半の方は魂を沈まれっていうか少しでも供養のつもりで鐘を鳴らしたんですが、後ろの話はとても鐘を鳴らすところが爆弾を落としたような気持ちになりました。三輪さんに質問か何かございませんでしょうか。ちょっと今ちょっと中断してましたと思う。ここまで君政策をするかというふうなお話が次々と続いて、とても胸が痛いです。よろしいでしょうか。そしたらね、この場所はもうどなたでもご自由に発言してください。どなたがどうだということじゃなくて、いろんな活動をしていきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。あちらの方でやっております、全校という団体の関連前プロジェクトの秋野と申します。よろしくお願いします。今回アカンデー通信というのを皆さんのお手元に配らせていただいているかと思いますが、昨日ちょっと慌てて作ったんですけど、今回ね、画期的な判決が出まして本当に嬉しかったです。もう涙出ました。本当に福井地裁よく頑張ってくれはったな。それはでも全国各地で頑張っておられる皆さんの力がこれを勝ち取ったんだなって本当に確信しております。そしてこの今回ね、アカンデー通信の行動のところに書いてるんですけど、急遽なんですけど6月11日にこの関西電力の、聞いてますか、関西電力の前に朝の8時から晩の8時まで12時間座り込もうかなと思ってますので、ぜひ皆さんお越しください。でこれ何のためにするかというと、やっぱりこの関西電力は裁判のその次の日に、判決の次の日に控訴しましたよね。何を考えてるんやということです。ほんまこういうね、本当分かりやすい判決文、誰が見たって原発いらんやろっていうことを書いている判決に対してきっちり読んでもおらんはずです。それに対して控訴した、これに対して本当に猛烈に抗議したいということと、そしてこっち本当に原発 3.11 以降3年と3ヶ月、6月11日は3年と3ヶ月という日なんで、それもその思いも込めまして、この前で12時間座り込んで関電に対して抗議行動というところでビラを配ったりとか、そういう活動もその日にできたらなと思ってます。そしてこの中面の方に今度6月11日に関西電力に要請行動に入る予定にしてるんですけど、関西電力はバカなんて言ってますが、一応この間手渡してきました要請文の一部なんですけど、この中に関西電力は要請項目を渡しても要請を聞きました、はいはいって終わるんですよ。ですけども質問を出すと一応答えてくれるんですね。でもいつも文章じゃなくて言葉だけですけども、それでこの一応要請の下に質問事項を入れてまして、その中に今回の判決控訴されてますけど、どこに反対されてますかと、理由を教えてくださいなんてすごい嫌味なこと書いてます。それに対してどう答えてくるかっていうのを見たいし、その答えをまたこちらでネットに載せたりとか、こういうビラとかで配って皆さんにお知らせして、もっともっと反対の輪をね、広げていけたらなと思ってます。そして私5月の9日に大分ファーマ原発の30キロ圏内と5月23、24は伊方原発30キロ圏内の要請行動に行ってきたんですけども、やっぱり毎回行って思うんですけども、避難計画が本当できてないんですよ。で最初の頃行った時は避難計画の計画はまだできてませんというとこが多かったんですけど、何回も行ってると避難計画はできましたって、今まで避難計画すら立ててなかったと、それができたらまだ頑張ったと思いまして、なんか自己満足されているところとかあるんですよ。で避難計画できて、その後訓練、避難訓練されてますかって言ったら、避難訓練はしてるけど実際どうなるかやっぱり分かりませんと、もうそういうとこばっかりなんですよ。そしたらこんな状態でね、原発再稼働なったらどうなるんですか、皆さんそれで反対とかしないんですかって言ったら、やっぱり原発の恩恵を受けているところはもうイケイケどんどんですよ、原発動かしたら恩恵を被るから反対しないですね。大井町とか高浜町なんかはその最たるもので、一番ひどいのが高浜町です。大井町 の議員さんに聞いたところ、高浜町は関電の社員が何人も議員の中にいますと、そして関西電力関電の仕事をしているところの社長さんが何人も議員にいると。ですから高浜町は 3.11 以降原発を真っ先
品に動かしてほしいということを議会に提出したそうです。高浜町のね、そういうあのところなんで、そこにも要請に行ったんですけど、もう全然その廃炉のことなんか全く考えてないと。で、規制委員会が廃炉って言ったらするけど、それまでは何にも全く考えてませんと。そしてあの一番ちょっとひどいことを言ってたんですけど、原発 の放射能を正しく怖がるために、正しく怖がるってよう意味がわからないですけど、そのために副読本のようなあのビデオをね、教育放射能教育ビデオっていうのを700万円のお金をかけてですね、あの福井県の医学部の中野教授が監修して、それを作るのに700万かけて作りますと。そういうことをもう平気でね、防災課の人が言ってたんですよ。もうほんまに頭おかしいんちゃうかなと。そんなことじゃなくて、原発危ないから避難、あの原発をすぐ止めるためのお金に、もうそれをなんか活用してほしいなってすごく思いました。だからそういうことをね、現地にいたら本当にあのいろんなことを聞いて、もう憤ったりしてるんですけども、やっぱりその中でも、あの大井町も高浜町も原発推進の中でも、その中で一人だけ、一人ずつ反対の方がいてるんですよ。でその方とちょっといろいろあの、つながりを持って、前回と今回、あの高浜町の今回6月議会に向けてですね、あの請願を出すことになってます。そこでやっぱりあの避難計画も全くできてないと。こんな状態で原発再稼働をさせるのはおかしいというところから攻めていくような内容にしてます。それだったら請願できるということで、議員さんからあの議会に提出してもらうようにしてます。でそれは6月の20日に原子力、特別対策委員会というのが大井町の高浜町にあるんですよ。でそこであの最終的にあの委員会が決議を挙げるらしいんですけど、まあ、そこまで多分行くと思うので、まあ、そういうふうな反対運動、反対の声を上げているということをやっぱり議会の人みんなに知ってもらって、あのこれからもあの廃炉に向けての道筋を作っていけたらなと。なかなか難しいと思いますが、そういうふうなことをやっていけたらなと思います。そして6月の20日の日に、こちらにも書いてますけど、仙台原発 あの30キロ圏内の要請行動にも行きたいと思っているので、こちらはあの、まあ、向こうの強くさんの会っていうところですかね、そちらの方とちょっとあの今、つながりができつつあるので、その方たちと一緒にあのできたら要請行動したいなと思ってますので、もしあの仙台原発の方 あの鹿児島にちょっと遠いんですけど、夜行バスで1万1700円でした、片道あのそれで行きしなを夜行バスで行こうかなと思ってるんですけど、もしよかったらあの皆さんもあのその行動に参加したいなと思われる方おられたら、あのぜひあの連絡をいただけましたら一緒に行きましょう。まずはあの6月11日の日にあのこの関西電力の前で12時間座り込みをするので、ずっとよかったら、よかったらぜひ来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ここ公開空地ですから、いっぱいですね、何千人というふうに座り込んだらいいですね。ありがとうございました。皆さん方にあのちょっとでも時間がありましたら、11日、とりあえず11日が一番先です。それからあの先ほどの仙台のところにもありましたけど、私この間大分に行った時に、あの伊方電原発の45キロ先が大分だと。その大分は全く無防備なんだと。こんなことってあるのかな、いい方いい方言うけども、海がつながってて45キロ先が大分であるということを考えた時に、あ、なんという恐ろしい仕組みができてるかなというふうに私は初めて気がついたんです。今頃気がついて恥ずかしかったですけど、そういうふうに危険が私たちの周りにあるということを皆さんも一緒に考えてみましょう。じゃあ先ほど あの実はね、福島県の津波市が子供たちの給食に福島県産の米を出すことを何が違うんですか。
の家よ。映らない。この部位のみなることによって。食べる給食の材料については原発事故の放射性物質が飛んでいない遠くのところのものを使用してくださいというふうなお母さんたちの要望が書かれてあります。この用紙がまだ2枚ありますのでコピーしてそれを使ってもいいかなと思います。こちらに署名も集めておられます。お疲れ様です。今の仙台原発の審査がされています。優先的に審査の結論を出すと。で、当初は6月までに審査するというふうに言われてました。ところがそれが若干伸びて今言われている情報では7月に、審査を終了すると。で、この6月13日から鹿児島県議会が開かれます。当初は規制委員会の再稼働の認可を受けてこの県議会で13時間の県議会で、同意するという狙いでした。それは規制委員会の認可が、遅れてもんでこの6月13時間の県議会にはどうもその件は定めになるようです。しかし、分かりません。で、6月13日に鹿児島の仙台原発で反対するグループが鹿児島ネットが県庁法違行動を呼びかけています。6月13日9時から県庁を包囲するという行動を呼びかけています。で、仙台の鹿児島の仙台の再稼働は言われたように火山の問題や火山 の、 影響の問題などを含めてむちゃくちゃなものです。で、昨日一昨日ですか、規制委員会が委員の交代と、島崎さんを脅して新たに原子力学会の前会長を据えると。で、この人物は
いわゆる原発関連の業界、電力会社、原発企業の懇談会の理事をしている。とんでもない人事です。で、そもそも規制委員会が厳しすぎるから審査を遅れていると。それが不満だというのが、一貫して電力会社や政府が言っていることです。で、審査が、厳しい。そんなことは嘘っぱちなんですよね。で、そもそも安全基準など、到底、厳密には作れないものなんです。で、そういう意味で、それを中で仙台をまず動かすと。で、これを突破口に、どんどん動かすと。で、まあ、仙台って言ったら、福島が一番遠いところにある原発です。で、そこを川岸に、どんどん動かすという意図のもとに、仙台原発を優先的に支援するというふうにやってきたわけです。で、再稼働を阻止するためには、まず仙台原発の再稼働に絶対反対運動、反対行動を巻き起こす必要があります。で、そこは13日の県議会法律闘争は、関西からも行こうと思っています。車1台で行く予定です。ちょっと遠いんですけどね、1000キロぐらいあるんで、10時間以上かかるということですけども、何個車を用意して行こうと思っています。もし、行こうという人は連絡ください。来週のこの関連本位の場で最終的に、あれして、車で行く人間を確定したいと思っています。で、ところで、仙台の審査について高間を優先的に審査するということを決めました。大井原発は21日の判決も含めて多少遅れると思います。しかし次の再稼働ということは高浜がすでに矢面に立っているという状況です。で、一説では年内にも許可申請が出て、年内に再稼働かというふうに言われています。で、高浜現地、小笠原現地では先週も若干報告させていただきましたけれども、8月2日に舞鶴で広瀬隆さんを迎えて集会を開くことが決まりました。大きな会場なんですね。400人ぐらい入る会場でやりたいということで、準備されています。まだビザとかできてないようですけども、またそのことについてもぜひ協力をお願いしたいと思っています。で、あと告知ですけども、6月1日にストッパーで進歩があります。大阪の天皇陸民センターですね、13時からで、集会後南部までデモ行進をする予定です。ぜひ参加していただけたらと思います。それと6月2日ハンさんの裁判が結審する予定です。最終論告休憩、最終弁論、最終陳述があります。10時から大阪地裁の室
つも大法廷です。9時半から挑戦があると思いますんで、ぜひ、裁判にもご協力をお願いしたいと思います。で、菅さんはご存じのようにこの花 11.3 の説明会封鎖闘争とダブル起訴になっています。で、11.3 の件では2人の被告に再審で有罪判決が出ました。で、ハンさんは、ダブル起訴のために 11.3 と大須海域の件を合わせて、休憩、論語休憩、そして、判決というふうになります。で、そういう意味では予断を許さない状況です。ぜひ皆さんの力で反社を守り、 JR 当局の不当性を弾劾して、そしてがれきを燃やした大阪市の不当な行為を徹底的に暴く、そういう裁判として戦いたいと思いますので、ぜひ協力をお願いします。以上です。ありがとうございます。じゃあ次、告知をお願いします。今の裁判に関連して今日缶バッジを持ってきてます。裁判費用が足りないので、何度も恐縮ですけど皆さん方に協力をお願いしてます。こちらの方に缶バッジ持ってきてます。それともう一種類、なんだっけ、秘密保護法廃止ロックアクションの缶バッジも持ってきています。6月6日は剣崎公園で秘密保護法廃止とか、今国会で審議している途中の自衛権行使容認について反対するバッジとか、反対するとか、そういう行動を行いますので、剣崎公園の6時半から皆さんどうぞ来てください。それと缶バッジもどうぞお求めください。こちらは集会費用になります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。だいぶ当たりが暗くなってきましたが、皆さんどなたでもどうぞお話しください。私は今週の水曜日夕方、先週の水曜日の夕方、大阪駅前のルクアの前を通りました。音楽が鳴ってるかなと思って通ったんですが、どちらも若者たちが楽器を出してるのかしまってるのか、演奏が届けてたから聞いたんです。演奏は終わりましたか？いいえ、演奏どころではありません。警備員に非常に厳しい声で制止をさせられてて、どちらも音楽を何も鳴らせない状況でした。今お話があったみたいに、当然できることもできなくなる。ルクアの前で、それも彼たちは歩道のところで、どなたにも邪魔されないように楽器を準備してたにもかかわらず、警備員のすごい剣幕で、もういいです、僕たち今日やる気ありませんっていうふうにすごすごと帰っておられました。ハンさんは大阪駅前でそのことをぐっとおかしいんだということを言われたと思いますが、正しいことが言えなくなる状況がじわじわと来ております。どうか皆さん、通りかかった時に音楽ができている状況か、またはどんな状況かを見るだけでも、今の大阪駅の態度、大阪府警の態度、日本政府の態度が見えるんじゃないかなと思います。皆様お疲れ様です。毎週毎週同じ告知なんですが、はい、明日です。明日の5月31日止めよう放射能汚染廃棄物の全国拡散関西集会があります。場所は L 大阪、市長各室です。時間は1時半から開始です。講演があります。明治学院大学教授の熊本和樹先生をお招きして、拡散する放射能汚染というタイトルでお話をしていただきます。あと報告があります。高島市の地元より放射能汚染チップ問題の取り組みと、瓦礫差し止め裁判原告団より、
本校処分場の瓦礫焼却灰の撤去に向けてという報告というか、新しい市民団体を立ち上げようというそういう話です。参加費が700円かかります。どうぞよろしくお願いいたします。あと、明日です。はい、あとちょっとことづかりものがあったので、こちらも私なんですが、何にも自分のこととして感じておられない人たちにたくさん出会いました。ああこれはなあ、ここまで冷え切ってるのかと、もう言葉もありませんでした。金銀無礼をそのまま6つの県で経験してきました。大阪で関西のあちこちで皆さんのこの活動がどれほど貴重なものかっていうのをつくづく思いました。どうか皆さん短いメッセージでもいいですので、せっかくここにお集まりくださいましたので何かお願いいたします。お疲れ様です。今日は風が強くですね、少し肌寒さも覚えます。今すごく京丹後のことが、気になってます。3日、おとといからかな、着工が、始まったっていうことで、まあ、ちょっと現地に行けたことないんですけど、まあ、昨日はまあそれで、まあ、
京都の、まあ、繁華街、京都市の繁華街のところで、まあ、ビラ配りとか、まあ、ちょっと、教団後に米軍できますよということで言ったんですけど、なかなかやっぱりあの市内の人、まあ、そんなに知らない人が多いなと、思いました。で、まあ、中には京都に米軍できるのみたいな感じで、あ、ビラを最初素通りした人が戻ってきたりとかで、あ、まだまだ全然伝わってないからたくさん伝えていかないといけないなと思うのと、まあ、非常に、まあ、なかなか簡単に行けないんですけど、京都市からでも本当電車使っても3時間4時間かかる場所なんで、まあ、逆にそういう場所だから、まあ、作っちゃうんだろうなっていう気もします。で、まあ、そんだけ離れてればなんか自分たちには関係ないっていう風な感じで思う人もいるのかもしれないですけど、でも、まあ、今 X バンドレーダーなんで必要かっていう時に、まあ、必要かって国が言う時に、まあ、それが、まあ、朝鮮からミサイル来るからとか中国が怖いからとかそういう風な形で、まあ、敵を作ることで他国に脅威があるんだっていう風に敵を作って煽ることで、まあ、そういう風な形で、まあ、戦争作りに進めていくということで、どこに作られても誰も無関係じゃないし、でそういうふうに敵が作られていく中で、その国内にいるその敵国民とされる人たちへの、まあ、差別や、まあ、排外主義っていうのは一層に加速されるということを思うときにですね、まあ本当に、しっかり反対しないとなと、ぜひ本当時間見つけてなとか、あの現地にもどんな場所ですけど、またちゃんと自分で見に行かなくてはいけないなってことを強く思ってます。で、あの、そうだ、あの裁判の話がそういうことされてたと思うんですけど、 JR であの知り合いであの警備の仕事をアルバイトをちょっとしてたっていう、まあ、知り合いでこの裁判のことをまあ話したときに、以前その JR にその警備であの要請されていたことがある。それは何でかって言ったら、まあ、ハロウィンの時だったらしいんですけど、コスプレをしている人たち、ハロウィンだからたくさんいますよね。いや、そのコスプレしている人たちをその駅を通させない、利用させないっていうことをするために、その警備としてあの要請されたことがあるっていうふうな。コスプレしてたらなんで利用したらいけないって意味が分かんないんですけど、まあ、非常になんか、なんていうんですかね、偏見があるんだと思いますけど、行儀が悪いとかなんか、ね、もう本当 JR のそういう体質って、あ、そういう時があったんだ、本当けしからんだってことを本当思いますね。本当ね、駅利用するとか電車乗るとか絶対に誰であってもできなくちゃいけない基本的な移動の権利じゃないですか。それがこんな感じで否定されてるっていうことが本当にびっくりするなと思いました。本当もうこの裁判聞いてて、 JR 職員が言う言葉には本当は呆然とするしかない、呆れ返ってしまうんですけど、もうあんな風に言われたら本当 JR の駅あちこちでこうプラカードかけて写真でも撮ってみんなに見せたいなというふうに思うんですけどねなんかそういうことがあのたくさん、もうダメだって言われてるんならもうどん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 やるしかないなっていう気持ちがしています。これからも頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。明日も3時半から JR 大阪駅前で懲りずにやります。せめてあの場所で京丹後ネクスバンドレーザー基地はいらないっていうことを言わないであかんなと思ってますので、あのちょっとね、そう、民国側の勝訴で原発としての目が決まりました、ね、でその後即時で関西電力が控訴で、一審で関西電力は裁判所が出せといった資料を出さなかった、出さないかったそうです、聞くところによると。で判決を言う時も参加しなかった、まあ、皆さんもご存知だと思うけど参加しなかった、真面目に裁判やってないですね。
真面目に裁判やってないから負けて当然なんです。負けたから在審で真面目にやってないのに控訴するなと、控訴するぐらいだったら一審で真面目に裁判やれ。真面目に裁判やらずに負けるのは当たり前なんだから、控訴しても意味ないだろ。本当にそう思います。関西電話何を考えるんでしょうか。それは裁判長だって怒りますよ。僕は裁判長でも怒ります。真面目に裁判やらないんですから、司法をきちんとやらないんですから。あ、それでですね、まあ、おいしんぼ話し騒動バカですね。ほっときゃいいのに、わざわざ閣僚がこれは風評被害であるなんて言うから、みんな関心が集まって、あれこれおかしいなと思うわけです。で、これずっとね、ここをずっと見てて、まあ、僕ら叩きですよ。できるだけこういう放射能の被害を表に出すまいとしてやってますけど、次から次へと、まあ、原発関係の問題が出てきます。私、僕はね、政府当局は結構慌ててると思います。だって隠せないんですもん。隠すの無理です。隠すどころか、時々国語と出すうちに被害がどんどん拡大してるわけですから、隠せるわけがないんです。どんどん明らかに なってこざるを得ないわけです。それで、なんだっけ、まあ、いろいろ噂は、なんだったっけ、よくしたらあれだ。だから、日本人はね、しらくつく冷めやすいと言われてます。なんか大きな事件が起こっても、まあと騒がれても、しばらく経つと忘れてしまうと言われています。でも、そんなことはね、本当は、そういったの、忘れてしまうような事件っていうのは、結局自分の身に降りかからないようなことに対して忘れてしまうわけですね。だけど、原子力事故の際は、事故というのは、放射能事故っていうのは、これ、日が経つにつれて、どん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 最悪が増していきます。だから忘れようがないんです。多分、政府は甘く考えていると思います。だけど、その、甘さが命というのはあるでしょう。短いですが、以上です。しんどいのにありがとうございました。本当に気をつけてくださいね。マスクもよろしく。私はちょっと今気づいたことがあります。それは私たちの横断幕やメッセージが木にも貼れないし、スタンドにも貼れないし、今日も貼りかけたら、うちの木にするなというふうに警備員の方が何人も来られて、私たちはついにその、この、タイルの上に置くことになりました。伊方原発でも、それから宮殿前のテントでも、通る人が自分の目線で見えるように横断幕が立ててありました。この関西電力は立てる枝も切り落としました。何か結びつけようと思ったら、うちのものだ、うちのものだと、うちの財産だから何もするなっていうふうに、非常に意地悪に、それも命令を受けて言われます。このこと自体が大変私たちをバカにしていました。関西電力は何様ですか。関西電力は何様ですか。市民に対して命令口調で取れ、警察か、どんな権力を持ってあんなように言われるんでしょう。ここは公開空地です。もっと私たちは実際的にいろんなアピールができるにもかかわらず、そこのタイルの上に置いたらいいやないか。置いて誰が見るんですか。車から見えません。もっと私たちにアピールの方法を変える力があるならば、皆さんお知恵を貸してください。通ってる人も車の人も見えるようなアピールの仕方をまた考えていきたいと思います。明日辺野古に米軍基地を作らせない、京丹後に X マンドレーダー基地を作らせないというアピールもしたいと思います。くくることはならん、自分が持って立てっていうふうな、そのようなとても乱暴な、まあ、お達しがありましたけども、私たちにもっともっと表現の自由があるんだということを今日も感じました。
限界があるとは思いますが、お一人でも多くの方がいろいろな活動に参加されることを切に望みます。他に告知はないでしょうか。あ、そうそう、一つだけ言いますね。岩国に行った時に、とても愛宕山の山の上で耳を覆いたくなるような爆音を聞いたので、これはどこかと思ったら何にも飛行機一機見えませんでした。それで慌てて私たちは1キロ先の新しく作られた滑走路の近くに行きました。そうすると2機編隊、3機、4機、5機、6機、数えられないぐらいの軍用機が飛行訓練を低空飛行しておりました。そして私たちが、あるアピールの非常に強烈な車に乗っていたので、あっという間にそのことが珍しかったのか警察に取り囲まれました。運転免許証を見せろとか、どこから来たのかとかいうふうに言わなくてもいいようなことをしつこく聞かれましたけど、私たちはそのことはもう拒絶いたしました。今どんなに私たちの行動を監視しようとしても監視できないほど私たちにも意思があるということを伝えなければいけないなと思いました。地方の街で目立ったことをしたらいかんのか知らんけど、それで黙ってしまったら日本は沈没です。沈没してしまいます。沈没したらどうしようもないでしょう。これから若者たちが命をまた狙われています。その狙われているのを大人が黙ってたらどうしようもない。そんなことが私にはひしひしと感じられて仕方がありません。また来週よろしくお願いします。今日はフライ、古井さんありがとうございました。朝から来ました。いつも来ておられる。最後ですかね。今日はですね、10時半頃から来ましてですね、相変わらずの、まあ、初めは強引でしたからね。で、やって、まあ、今日は天気が良かったものですからですね、作業は順調に進んで、で、その後ですね、まあ、関連の社員さんとここがね、食事行かれるんで、その時にですね、ずっと基本的にはですね、私たちは電気料金値上げに反対してます。で、原発再稼働にも反対してます。で、関西電力さんは福祉サイドですね、判決をちゃんと受け入れて、コースを設置しこされというようなこともね、ずーっと1時間半ぐらいですかね、続けてきました。まあ、おそらく大半の社員はですね、もう聞いてないと思うんですけどもね、でもそれはそれでやっぱりやっていけばですね、もう何かになるんじゃないかなと思ってます。で、その後ですね、今日は実は3時過ぎからですね、大阪市役所でですね、あるピース大阪っていうところをね、まあ、改善要求っていうのをね、してきました。で、30分のところを1時間ぐらいかけてですね、行ったんです。その時にね、気づいたっていうかね、一番感じたのはね、官僚との、行政とのね、あと対話、可能、交渉についてはですね、曖昧なことはほとんど言わないってことですね。で、実はですね、言いますと、例えますとね、私たちがですね、準国憲法の改正とか言いますとね、言うとですね、憲法の改悪っていうのはね、おそらく一緒だと思うんですよね。ところがですね、官僚にとってはですね、それは違うっちゃうわけですよ。だからね、仮にその人がですね、憲法を改悪したってしたいと言ったと言ってもね、それは日本国憲法の改悪じゃないからね、そうは言ったことはならないっていうからね、それをね、そんなこと平気でね、言うんですよね。それが大阪の市の職員の言い方です。ということはですね、まあ、この間ですね、衆議院と参議院の委員会で、安倍首相のですね、集団自衛権の問題だからね、失業と、ね、聞かれた方は分かっていると思うんですけどね、安倍さんとは本当にそういう、ね、言い方をふたするわけですよ。全くね、現地を取らせないっていうのね、それでですね、着々とね、戦争体制が進んでいってるわけです。で、実際ですね、安倍さんというのはね、何、どう考え、ま、どう引いても寂しい引いてもですね、文化戦争をしたい、日本の自衛隊を海外に送りたい、地球の中まで行ってね、戦争をしたい、そうして原発はね、海外にね、輸出したいと思ってるんですわ。そのね、担い手が関西電力なんですよ。そこをね、関西電力の皆さんね、ちゃんとはっきりね、聞いておいてください。自分たちが何をしていくかね、ちゃんと聞いておいてください。本当はあなたたちの、ね、責任なんですよ。何もね、俺はペーペーだからね、責任がないとかね、そんな言い方しないでください。当然それ、彼らの感じた感情と同じでね、きちっとした現地でですね、こなしてください。今後ちょっと私たちはですね、
か、もう一つ思い出した風景があります。岩国の突堤といいますか、基地の近くですけども、軍用機をマニアのように映しているグループがたくさんいました。その人たちはその飛行機を取ってどうするのか聞きませんでしたけども、その人たちがいることをまるで観光資源のように警察の人は見ておられました。その人たちには免許証を出せと言わないのに、私たちが行った時に免許証を出せとか、どこから来たとか、何をしに来たとか、非常にうるさく聞かれました。と思って、軍用機に親近感を持ってる人には何も言わなくて、これはおかしいと思う者に対しては大変失礼な態度でした。まあそういうことが現実にあるということ、そして原発も基地も根っこは同じであるということを大変強く実感いたしました。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ない？それでは今日の活動はこれで終わりたいと思います。公開空地に落とし物、忘れ物のないようにお気をつけください。ありがとうございました。じゃあ皆さん、また来週よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。どうも、いい感じでして、本日の関西電力包囲行動、ストップ原子力関連包囲行動、終わりっぽいっていうか、終わりましたっていうか、まあ、なかなかお片付け、今日はできていないんで。今日は八木誠はご飯食べに外で出てかれましたか？今日は八木誠は外で出てきました。あ、本当か。いや、なんか前出てたって言ってたんで、ご飯食べに、あそこに築堂あるじゃないですか、うん、なんか何回か、ああ、前になんかお昼に出てきて食べに行ったとかいう話聞いたんですけど、まあそういや、いや、僕は見てない。